ドラゴンクエスト9星空の守り人実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。最初 FPS がちょっと出なかったですね。一瞬止まりましたから。さあ行きましょう。多分ドラゴンだと思うんだよ。あ、ドラゴンじゃないっぽいね。瓦礫を落とせた。うわ、強。多分通常攻撃でもドラゴンキーでもそんなに変わんないと思うんで、とりあえず撃てるんだ、撃てるドラゴンキーで飛んでみたいと思います。痛恨はないと思うんだけどね。瓦礫の方が嬉しいな。ダメージ量がそんな変わんねえか。もう一回耐えれるな。これはドラゴンキーで大丈夫ですね。瓦礫の方が嬉しいね。たまに5で済むから。ベジータがホイミー。まあ、MP はなくなる。うわ、7か。この斜めで止まってるのがいいよね。7はまずいって。強いね。OK、ナイス。素晴らしい。この1回の避けはだいぶでかいぞ。強い相手が。7はダメだってば。ああ、強いな。瓦礫。オッケーオッケー、7でも1耐えれるか大丈夫。やばいだろ。そろそろ倒れてくれないと困る。やばいだろ。あ、まだ薬草2つあった。助かる。これは大丈夫。これは多分勝ったと思う。7はダメだって。オッケー。あー、強かった。オッケー。ここはちょっとでかくして見せましょうかね。キャド、オーケー、スキルポイントもらった。本当はね、この剣装備時攻撃力プラス10を狙って、ここ行こうとしてたんですけど。残念。魔獣の皮？魔獣の皮。ドラゴンじゃなかったんだね。獣だったんだね。ルイーダさん。いいね。ここまで一気に連れてきてくれるのは助かる。訳ありの女。あなた、ウォルロ村。うん。あなたを助けに来た。アデュー。アデュー。さあ、じゃあ戻りましょうかね。もう敵は全スルーでいいと思います。剣装備時プラス、次がメタル切りだったよね。メタル切りか。メタル切り、メタルスライムでレベル上げできるんであれば狙いに行った方が良さそうな気はするな。おお、しまった。でも多分ワンパンだよね。余裕のワンパンでしょ。多分本当にどうの剣それって多分思われてると思う、スライムたちに。本当にみたいな。おー、スライムゼリー。ほう。知らないものが落ちてきたね。かなりショートカットできたな。道なりに行くよりは。到着。きっとこっちに行けば会えるかな。村長のとこだと思うんだけど、違うかな。違ったっぽいね。じゃああれか、宿屋っていうか、多分お世話になってるとこに行けばいるのかな。なんかお父さんの、お父さんとの知り合いかな、一家の。確かそんな風に言ってたような。ああ、宿屋もう空いてたのか。往復しちまったぜ。まあいいか。はい、到着。
そう、ルイーダさんなんですよ。そうなんです、亡くなってしまったんです、あの伝説の。が、それじゃうちの宿屋はもう伝説の、なんだリベルタさんが亡くなったってことは、この宿屋はあなた一人でやってるのよね。ここって小さいけどいい宿ね。お客さんへのおもてなしの心が隅々まで行き届いている。うん、伝説の宿王の娘ねえ、あなたセントシュタインで宿屋やってみる気はない？へなるわななるわな、そりゃなるわ。そんな突然言われてもね。伝説の宿を、若くして宿屋立ち上げ、並みいるライバルを押しのけてたちまち宿を大きくした。はは、何かあったんでしょうな、引っ込んだ理由が。そこで伝説の宿王に復帰願って立て直してもらおうって話になったんだけど、まさかいなくなってるなんて、なくなってるなんて思わずってことか。そうですね、さすがに無理が。いけない、もうこんな時間。リッカはあんまり乗り気ではない感じなんですね。ただもうルイーダさんは引く気ないですね、これはね。本当に連れてきたんだね。もうでも話は見えましたね。セントシュタインにリッカを連れていく。それが、うん。で、その後また話が広がるって感じかな。でもまず伝説の宿王なんてさ、聞いたことねえよ。なんだ宿王って。あ、はい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 、いましたいました。リッカの父、お父さんだったのか。マリカ、まあマリカ、マジか。おー、守護天使様。そう、一応そうなんだけどね。ちょっと待った、なんだなんだ、うわっと、そこのさ、あんたの発言聞け絶対ならないんですけど。なんかまたギャルっぽいやつ出てきたな。その人には光る頭の輪っかも背中の翼もない。そうだね、ギャルいなサンディあ、運ぶ運転手だったんだ、こんなギャルが。元天使、うん。翼は輪っかをなくしたのに魂を見る力は残ってる。何その半端な状態。サンディの喋り方の半端さを俺は突っ込みたいけどね。ドラクエでは珍しいタイプですよね。あんまりいないよね、こういう子ね。しょぼいとかね。あんまりこういう言葉遣いのキャラクターは今までいなかったからね。ドラクエもなんか若々しくなってきたわ。狙いの層がちょっと下に移ったんじゃないかな。そんな気がするな。若い層に、まあもちろんドラクエ若い層に売ってるんだけど、さらに若い層ですね。まあ DS だっていうのもあってか、まあこの時出たのがいつだ、2009年か10年かか。で、その時の多分小学生狙いで多分これ多分出してますね。きっと多分そうだな。うん。戦歴。で、逆にドラクエ10は、あれですよね、社会人向けに多分最初リリースしたよね。課金制度ありの。え、私の魂を地上に絞ってる未練？宿屋の裏の高台に埋めたあれ？なんだあれは？ガッツポーズ。ちょっと見てみましょうか。宿王って言うから結構バリバリのパパスみたいなお父さんなのかと思いきや、意外と普通のおじいちゃんだ。なんだろう。金色に輝くトロフィー。ふん。宿王のトロフィー。どんなコンテストが開かれたんだかな。ちょっと気になるな。行ってみたいよね。
何宿王って、まず宿王ってなんだよな。絶対ドラクエ9実況してる方はみんな宿王ってなんだって絶対言ってるわ。なんちゃ宿王って。なるほどね。で、まあこのトロフィーを見せたら、リッカちゃんが奮闘するって感じかな。どうでしょうか。トロフィーでかっ。宿王と認める。そう。でもだったらどうして父さんは宿王の地位を捨ててまでボルロ村に帰ってきたの？それが気になるとこだよね。きっと何かがあったと思うんだけどね。お！出ました、じいちゃん。小さい頃病気がちだったことを。体質は母親譲り。なるほどね。実際お前の母親も弱く、体を弱くして、若くして亡くなっておる。それはこの村の滝の水、ウォールロの名水を飲んで育ったおかげ。あー、そういうわけでか。それで、こっちに移ってきたんだ。なるほどなー。いいパパだなー。奪ったとは言わないよね。息子娘ができたらどうしても優先的になっちゃうよ、そりゃ。そういうもんなんだと思うよ。親になってみなきゃわかんないけど。わかんないけど。でもこれでリッカちゃんも奮闘するんですね。おっさん。言葉遣い悪いな。まさかリッカが私の夢を継いでくれるなんて。頑張ってほしいですね。またな、宿王。いずれまたどこかで会おう。あ、本当に？でも壊れてんじゃないの？星のオーラは見えないんだ。オーラは見えなくなっちゃったのか。大丈夫なのかな？そしてリッカがセントシュタインへと旅立つ日が来た。お前も慣れない都会暮らしで苦労も多かろうが、くれぐれも体を壊さぬようにな。お孫さんのことを心配でしょうけど、できるだけサポートしますから、ご安心ください。親父が働け働けってうるさいからな。おうよ、受けてたってやんぜ。ほんとパンだな。もうパンにしか見えねえや。ドラゴンボール GT っていう作品のね、パンちゃん。ご飯とビーデルの娘ですね。もう、パンにしか見えないわ。ご飯っていうのは、孫悟空の、悟空の息子で、長男ですね。で、ビーデルは、サタンですね。サタンの娘ですね。わからない方のために解説。覚えてるよ。さて、じゃあ今回はここまでにしておきますかね。ではセーブして終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。